ちは。パシフィックリムのダイです。今日は僕の普段使ってる車をちょっと紹介させてもらいます。よろしくお願いします。車は S14 シルビアの95年式です。で、紹介するほど全然イケてる車じゃないんですけど、多分日本でもアベレージ以下なんですけど、基本的にお金がないんで安くそれなりに走れる車っていうことで、本当にコストを安く作ってます。まずタイヤなんですけど、タイヤはやっぱいいのがやっぱつけた方がいいと思うんで、フロントには一応ネオバの、225/4018 を常につけさせてもらってて、でリアは本当はネオバつけたいんですけど、結構リアすぐ減っちゃうんで、そこら辺にある中古のタイヤとかで安かったり、カルデもらえたりするものをその都度つけてます。でホイールは18の 10J をつけてるんで、大体235から265まで一応つけれる状態になってます。足回りなんですけど、まず車高調は K オフィスさんのエアフォルク K をのフルタップのタイプを使ってます。他もちょこちょこ乗らせてもらったり試したんですけど、中でも結構乗って乗り心地とかもいいし、ストリート乗ってても、さっきと言っても結構幅広く使えるかなと思って使ってます。テンションロッド、アッパーアーム、あとトーコントロールアーム、すべてクスコのものを使って、で基本的にアライメントとかはしっかり取れるようにっていうことで、その辺は一応押さえてあります。 LSD もまたクスコのものを使ってるんですけど、RS なんですけど、これは他のに比べて効きが全然性能が落ちていかないんで、常に新品と同じ状態で効いてるようなフィーリングなんで、すごい気に入って使ってます。エンジンなんですけど、タービンは S15 の純正を使ってます。でマフラーが HKS のハイパーマフラーで、 Z32 のエアフロー、でインジェクターを透明の 550cc のものに変えて、ヘッドガスケットが透明のものに、であと透明な、ほとんど透明なんですけど、透明のポンカム256度インガーもエキゾースト側も使ってて、あとはそんなとこですね。それでインタークーラーが HKS のものですね。HKS のオイルクーラー、そんなところですね。馬力的には300馬力ぐらいなんですけど、エンジンに負荷かけるよりはこのぐらいで抑えて、エンジン壊さないような感じで乗れるっていうのも魅力かなっていうので、パワーを抑える分少しロングライフという感じも目的の一つで作りました。そんなところです。シートはブリットのブリックスを使ってます。本当はウルバケの方がなお乗る人にはいいんですけど、ウルバケだと普段街で乗ったり長時間移動するときに結構きついんで、僕は妥協してリクライニングできるこのブリックスを選んでます。であとシフトノブは透明のものを使ってまして、これも握りが気に入ってるんで透明なんですけど、で一応ステアリングのところは基本的に僕もこのポジションがこうなったときに、ハンドルが手前に来る方がすごいやりやすいんで、これを使ってます。ハンドルはモモの 35% ですね。ブーストコントローラーは、